黒岩雄二知事、不倫した女性とのメールの内容が衝撃的。過去に11年間不倫交際していた女性の告白が週刊文春で報じられ、神奈川県知事選で4選を果たした黒岩雄二知事、2011年の知事選出馬の際に関係を清算したというが、今回紹介された赤裸々なメールの内容があまりにも衝撃的だった。黒岩知事はね、4選ということで、政治の世界ではもうベテラン、実績も残していることで、当選もなされたのでしょうけれども、この文春法すごいですね。11年不倫するっていうのもね、もうすごい長くて、 すするっていいうのもねすごいことですよこんだけ不満を持ってたんだとしたらとっくにリークされてもいいんですけれどもそこはくすぶっていたのかなんなのかそしてこの政治家が女性活躍の時代って言って女性を認めてるこの時代にあんだけふざけたメールを送ってる投票者たちも選挙に行かないみたいな形でボイコットしたんだと思いますけれどもそれでも当選しちゃったここに発奮してほしいのは他の政治家たち実績公約スローガンっていうものをしっかり掲げて対抗馬が出るぐらいに頑張っていただきたいものです。